ラオス王国。ラオス王国は二十世紀のラオスに存在した歴史上の王朝。キュールアンパバーン王国とチャンパーサック王国の統合によって近代国家としてのラオスの領域を確定させた。首都はビエンチャンに置かれていたが、キュールアンパバーン王国の王族が国王を務めていたため王宮の所在地はルアンパバーンであった。なお、今日のルアンパバーンは町全体が 世界遺産に登録されており、かつての王宮も保存されている。普通両インドシナ連邦下のラオスは、北部のルアンパバーン王国と南部のチャンパーサック王国とに分裂していた。しかし1945年3月9日に、日本軍が普通印処理を断行して、フランス軍を一掃し、フランス植民地政府を打倒すると状況は変わった。4月初めに、 ルアンパバーンに到着した日本軍を見た、ルアンパバーン王国のシーサワ・アンウォン王は、長年にわたるフランス支配が、ついに終焉した子を知り、ラオス王国の国王として4月8日に独立を宣言した。これを、ラオス国民も歓喜を持って迎えた。しかし、南部にはなお、チャンパーサック王国が存続していたことから、王国の支配は、ラオス全域には、及んでいなかった。だが、 従前の仏僚インドシナ連邦の支配体制が崩れたことで自立への新しい道が開け、ルアンパバーン王国時代から首相職にあったペッサラーと王、ルアンパバーン王国の文婚複王の王子は行政のラ王族化を進めていった。しかし、同年8月15日に日本が連合国に降伏すると王国の指導者や王族の間で意見の対立が生じ、 結果的にそれが、ラオス人民民主共和国の成立に至るまでの、騒乱の源となった。日本の敗戦によって、後ろ盾を失った、シーサワ・アン・ウォン・王は、ラオスの独立宣言を撤回した。それに対し、独立を求める民族主義者たちは、レジスタンス運動組織のラーオ・イサラ、レイ・アサラ、自由、ラオスを結成し、同年10月に、臨時政府を樹立した。 しかし、1946年4月に、フランス軍がラオスを再制圧し、ラオイサラの指導者たちは、太陽国に亡命した。フランスは、同年8月、新仏派のシーサワン・ウォン・王に対し、フランス連合における統一ラオス王国の王として、内政の自治権を与えた。それを受け、シーサワン・ウォン・王は1947年5月に、憲法を制定し、 ラオスを立憲君主国とした。1949年7月19日、第一次インドシナ戦争を戦っていたフランスは、同年6月に成立したベトナム国の正当性を強調し、かつ、インドシナ全域に影響力を残すために、ラオスをフランス連合内の共同国として独立させた。この独立は名目に過ぎず、外交権、軍事権はフランスに握られたままであった。 その後、王国政府の怪獣により、タイに亡命していたラーオイサラ指導者は、亡命政府を解散し多くが、国内に戻った。しかし、王国政府の怪獣に妥協しないラーオイサラサハは、ベトミン及び、インドシナ共産党に触発され、スパヌーン信号や改装ンポムイハーン、インドシナ共産党員を、指導者に、1950年8月にネオラーオイサラを、組織した。 ネオラーオイサラは、ラオス北東部のサムヌア省を臨時交戦政府の拠点とし、ベトミントの連携下で、ラオス北部をほぼ支配した。また、ボロベン高原を中心とする、アッタブー、サーラワンなど南部でも、現地少数民族の族長である、シートンコマダンナのパテートラーオ指導者らが長く、交戦した。1954年、ジュネーブ協定のラオス条項により、 外国軍はラオスから撤退した。パテートラー王は自由選挙の確約を得る代わりに中南部重賞から撤収し北部二省に集結させられ国際急戦監視委員会が停戦監視のために設置された。これにより長年にわたるフランスのラオス侵略に終止符が打たれた。しかしインドシナ半島におけるフランスの影響力が低下すると変わって1955年から 王国政府に軍事援助を始めるアメリカの影響力が増大した。1956年8月、中立派、スワンナ・プーマ新王ーーが首相に就任、右派と内閣を組閣した。1957年11月、プーマ首相とイボ兄弟でパテートラーを、1956年にネオラーをイサラを、解消議長のスパヌウォン新王は、 第一次連合政府を組織することに同意した。1957年12月には北部2省の行政権が王国に返還され、パテートラーオの軍隊は王国軍に編入された。1958年5月にはパテートラーオが初めて参加して補欠選挙が行われた。議席が争われた21議席のうち9議席と4議席をパテートラーオと その同盟党の平和中立党が獲得し、左派の優勢が明らかになった。また、スパーヌームは候補者中トップの得票を得た。これは、パテトラオが参加した唯一の選挙となった。これに、危機感を持った、右派勢力は内閣を総辞職。1958年8月、V ・サナニコーオームが、新米的な右派単独政権を組織、パテトラオ指導者を逮捕。 当国した。やがて王国軍に編入されたパテートラオ兵士らが武器を持って集団脱走するという事態に至り、王国軍との闘争を開始した。当時の閣僚チャンパ作大臣によると1960年初、反乱軍が最もはびこっていた地域は、ラオス南部のパーク聖、ボロベン高原、アッタプー、ヒャファイ高原周辺だった。1960年8月に、 第二パラシュート大隊の婚礼隊員が、ファ政権に対するクーデターを起こして、シュトビエンチャンを制圧した。その後、第二次、プーマ内閣が成立した。しかし、プーマ首相は、連合政府の中に、パテトラーを取り込もうとしたため、結果的に、アメリカが支持するファ軍の反乱を招き、1960年12月には、カンボジアに亡命した。その後、 反共主義のブーム神皇が首相に就任したが、1961年半ばには、混礼派と手を結んだパテートラオが国土の大半を支配した。同年5月、ラオス内戦の拡大を懸念したアメリカ、ソ連、イギリスの呼びかけで、左派、中立派、右派の3派は停戦し、ラオスに関する14カ国会議がジュネーブで開かれた。そして、 1962年6月のジャール平原協定によって、プーマ首相のもと、第二次連合政府が成立。同年7月には、ラオスの中立と外国軍の撤退を定めたジュネーブ協定が国際的に認められた。しかし、その後も対立は続いた。要人の暗殺を機に、中立派の政治勢力は弱体化し、1964年5月には、 プーマ首相の元ウハ内閣が組閣された。パテート・ラーオはこれを、ジュネーブ協定違反として、プーマ内閣を認めず、1965年には、政府軍との間で再び公然と戦闘が始まった。1960年代半ば、ベトナム戦争が激化し、ソ連がパテート・ラーオを、アメリカがウハー勢力を支援したことから、ラオスの内戦は、東西冷静を反映した。 大理戦争の様相を示すようになった。北ベトナム軍は南ベトナムで戦う兵員物資の補充路としてラオス島南部に存在するジャングルの小道、ホーチミンルートを利用した。1968年北爆が停止されるとアメリカ軍はラオス国内へ爆撃目標を転換。パテートラオ支配地域は人口密集地域においても激しい空爆が行われるようになった。 一月1.7万から2.7万回の出撃、1日800回もの空爆が行われた。1969年には北、ベトナム及び那智占領下の欧州戦線で投下された爆弾量を上回る猛爆となった。この空爆により70万人以上の国内難民が発生し、35万人が犠牲となった。その後、爆撃で使用されたクラスター爆弾の多くが、 不発弾化して、田畑と村落部に散在し、生命への損害、土地利用の妨げ、撤去費用の負担などが深刻な問題となっている。1971年2月、南ベトナム軍が、ホーチミンルート切断のため、ラオス南部に侵攻したが、北ベトナム軍とパテートラオにより撃退され、敗退した。同年末、パテートラオと中立派軍が、軍事的優勢となった。 1972年10月からビエンチャンで和平会談が開かれ、1973年に平和回復と民族和合に関する協定、ラオスにおける平和の回復及び族和解に関する協定が調印された。王国政府とパテートラーを和解体され、合同での暫定国民連合政府が1974年4月に設立第三次連合政府、 ブーマが首相となった。1975年4月、カンボジアとベトナムで革命勢力が勝利した。5月1日には、首都ビエンチャンで住民2万人規模の大規模な反ウハデモが起こり、矛先を向けられた、ウハ閣僚5名が辞職、高級官僚、軍人、警察官の相当数が辞職、または国外逃亡した。5月21日には、現地職員と、 学生デモ隊が米国国際開発局ビルを占拠、暫定政府が閉鎖を示唆すると、アメリカ政府は5月27日ラオスからの撤収に同意した。こうして、暫定国民連合政府により12月1日の全国人民代表会議で王政廃止と連合政府の解体、共和制移行が宣言された。スパヌーヌン最高人民議会議長権国家主席を厳守とする。 ラオス人民民主和国の成立が宣言した。後に国王と皇太子は捕らえられ、再教育という名の元政治藩収容所に投獄され、そこで没した。旧政府関係者や8万人を超す在エンチャンの家教王、大人をはじめ175年以降20万人余りが国外に流出した。以下はラオス王国亡命政府を組織し、ラオス国王の王位を主張している人物である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。